まあお役に立つかどうかは分かりませんがね。ベルリン陥落直後、ドイツの潜水艦からフランケンシュタインの心臓を引き取って広島英治病院へ届けました。その時、永久に死なない心臓だと聞いたんです。やっぱりその心臓から怪物が発生するんですか？どうしたのよ。いいね、人間です。フランケンシュタインだとしても人間でしょ。しかしまともな人間じゃない。作られた人間です。こんな事件が起こってもフランケンシュタインじゃないとおっしゃるんですか？ We don't know yet whether he caused all that destruction or not.